京都の美女対談、10月28日土曜日夜の10時です。さあ今月最後になってしまいましたね。マンスリーゲスト歌桜子先生に来ていただいたんですが、最終週予告しました世の男性諸君、私を含めどうしたら美女にモテるのか教えてください。どうですか？はい、よろしくお願いします、はい、もう打ち合わせの時からこれこれは話し合い長いのよと。そうですね、もったいないから10分にまとめるのは厳しいかなっていう。いや厳しい。どんな形だっけ、ほら教えてあげられるよって言ったの。そうですね、私エルサルバドルに、ね、はい、11年住んだんですよ、うん、日本で育ってるんですけど、はい、なので日本人的感覚でエルサルバドルに行ったんですね、うん、であっちはこうラテンなので、うん、全然違うわけですよ、うん、今までのこう思ってたことが全く違うと、うん、でその日本だったらイケメンがモテるとか、うん、高収入がモテるとか、足が速いのがモテるとか、うん、いろいろね、うん、ありますけれども、もう全く違ったということでですね。何だとモテるの？やっぱ私が言えるのも2つ、うん、まず褒め活、褒めることと、俺じゃねえ、そう褒め活ね、うん、でそれから自信を持つこと。自信、自分に自信を持つこと。いいじゃない、もう完璧ですよ。でそんなにモテてねえぞ人生。いやでもそれある程度は付き合ったこととかあるけど、褒めるよ俺女性。キザだし俺。あ、そうですか。じゃあモテてますよ。素敵だねって、だってさっと言えるじゃない、うん、女性に、あなた美人だよねって。あで万が一私あなたのこと好きだったら、めちゃくちゃあんた、うん、世界一綺麗だと思えるよ、うん、褒めるし、はいはいはい、で そんな簡単なことなの。でね、それはね、私はエルサルバドルで一番モテる男っていうのが、うん、バスの運転手なんですよ。なんだよそれ。作ってねえかそれ、コントじゃなくて。本当にバスの運転手、もうね、バスがツーマンなんですけど、運転する人とお金せびる人みたいなのがいるわけですよ。はい、お金かねかねみたいな。ツーマンってどういうこと？日本だとワンマンじゃないですか、一人の人が運転して終わり、うん、でも、運転する人とお金って言って人にこう、うんうん、車掌さんね、昔の。そう、それが二人いるんですね、うん、で、そのお金をこうはいはいはいって出す人がもう自由なんですよ、バスっていうのはね。普通日本だったらバスってこういちいちこう、バス停があるじゃないですか、うん、もうバス停じゃなくって美女が歩いてると止まるんですね、うん、美女がバス停みたいな感じで、うん、もうでバス同士ももうなんかカーチェイスしてるんですよ、バスが、うん、でガン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 ってカーチェイスしてて、美女が通るとシャッと止まって乗ってけ乗ってけっていう、ね、ちょっと待ってお前、バスで、公共バス、公共バスで俺乗ってたら怒るよ。日本人だけど、お前いいか、俺目的地行くんだよと、美女今いいんだよと、病気なんだよっていうのとかあるわけじゃん。そう美女乗っけるわけで、モテるわけで、美女にお姫様が来ましたって言って、特等席ですよって言って、こう隣の席とか座らせちゃうんですね、うん、で美女はタダで乗れるみたいな感じで、でいっぱいこう褒めちぎるわけですよ。で最初はやっぱりバカにするわけで、美女も、うん、何なのこの人みたいな、うん、でもまあタレ乗せてくれたしいいわみたいな感じで、まあ、上からこうバカにしてるんだけれども、まあ、じゃあ連絡先だけ交換みたいな感じ で毎日こう褒めるわけですよね、うん、そうするとだんだんなんかこうまあしょうがないわねみたいな感じになってくるわけです、うん、その美女さんもね。でそうした後に美女さんが完全にこう、あこの人も私のこと相当惚れてるわねって思って、うんているときに、そのバスの運転手が今度別の女をね見るわけですよ、うん、いい女だなみたいな、うん、そうするとその美女が何よ私だったんじゃないのみたいな感じで、うん、その綺麗な女性たちが道端でこの不細工なお金も大してないバスの運転手を巡って喧嘩が始まるんですよ。すごいですよね。でこういうの目の当たりにするわけですよ、なんだありゃということですね。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。だけどそれは何、バスの運転手は全部それをしないといけない国なの？いや楽しんでるんですよ。いや違うだって、例えばだよこれ変な言い方だけど、うんうんうん、美女の価値って、うん、その人の美的な感覚ってあるじゃない、うん、だから全員が全員それをするってわけじゃないでしょ。でもね、エルサルバドルの男性曰く女性は全員花なんですよ、うん、なので女性は全員美しいって言うんですよ。で最初私それを聞いた時に、あんたね彼女いるんだからね失礼なと思ったわけですよ、うん、でも彼らは女性は全員美しいと、うん、花だから、ある人はひまわりで、ある人はスミレで、ある人はチューリップ、うん、全部美しいと。でそれなりの美しい花が咲いてるわけで、逆に日本が、私そこで気づいたね、日本が型を作ってた。日本は例えば目が大きいとか顔が小さいとか、これが美女っていうのを毎日毎日見せつけられてるわけですよ。
でそうするとだんだんそれがいいと思い始めてしまって、うん、それに合わない人はあ私なんかダメなんだっていうことで整形したりとか、うん、自分の姿はそうチューリップなのにひまわりの方が美しいっていうスタンダードを作られちゃうもんだから、ひまわりにならないとダメだということで一生懸命ひまわりの顔に一生懸命整形とかしちゃうわけですね、うん、でもエルサルバドルはどんな美女どんな女性もみんな美しいってもう男性が思ってるので、そういう洗脳がないわけですよ。だから女性が歩いてたら、うん、これはこの人は美しいってその太っていようが、うん、ちょっとおばさんであろうが美しい花が歩いてるっていうふうに男性は認識するんですよ。やっぱお国柄だな。いやでも全くそういうのがないと、例えば足が太い方がいいとかね、あっちだと日本だと足細い方がいいって言うんですよ。やっぱりお国柄だよこれ。だからこれは日本の男性で最初に言ったとこ褒める、うん、自信を持つ自分に、うん、ここでそこの論法は通らん。いや通る通る。いやそのだから褒めるのは通るよ、うん、日本で、うん、で自分に自信持つのは通るけど、うん、それバスの運転手みたいな、そこそれはおかしい話だけど、うん、それは私はなんでこの人たちが女を仕掛けられるんだとゲットできるんだということを研究したんですよ、うん、なんでだと私としてはイライラしたわけですね、うん、なんであんな綺麗なあの男がみたいな、うん、思ったんですけど、それを見るとあこういうことかと。日本の男性はもう根本的に自信がないわけですよ。それこそ、ね、某事務所とかでもですね、この綺麗な男の人が流行るようにということで男性までもがこうなんかちょっと整形したりっていうね、ことになってるわけですよ。でもそれは男性は顔じゃないんですよ。男性は確実にどれだけ自信を持っていてどれだけ女性を褒められるか、でその逆も同じですよ。だから俺じゃねえかでも俺32年それなりにモテたんじゃないですか。モテたからモテたけど、今55でモテねえじゃねえかよそれ。だって自信を持って俺やってなかったら32年も売れねえでこんなに仕事しねえし、褒め方だってうまいよ俺女性付き合ってだし、俺女ってやっぱり綺麗だと思ってるし、うんうん、自分が好きになったら徹底的に褒めるし、うん、俺考えたらじゃあ今までもこれ美女対談的にこれ最後も違くするしかないよ。でも芸人ってモテますよ。モテるよ。基本芸人ってモテますよ。だけど、うん、そのモテる位置っていうのが、うん、どの位置までがモテるのか、一人の人にちゃんと愛されることもモテる位置だし、うん、100人モテるのかと、うん、だけど芸人でモテるのかって言ったけどそんなにモテるやつって一部だよ見てきてるけど、うん、だけどこれは正しいとも最後になるけど、うん、自分に自信を持つこと、うん、若い人から男性でもいくつになっても、うん、100歳でドンするとか、それも自分に自信があるからできることで、うん、それで褒めるっていうのもこれは正しいで、うん、女性も男性を褒めなきゃいけないの、うん、そこの部分、うん、で女性がどこ男性のどこを褒めるかっていうと容姿じゃなくて、うん、男性ってもともとヒーローになりたいと思ってるんで、うん、ヒーロー魂をくすぐる部分を褒めると男性がヒーローになってくれる。うん、まあその辺ですよね、うん、まあでもね恋愛するってことは彼女が両方ともヒーローになることですから、うん、そこが2人の映画ですからね、うん、まあいいまとめになったと思いますでも本当にいい勉強になりましたこれは。1ヶ月さすがだね、いろんなこと勉強してていろんな心理学まであなた大したもんだよ免疫から勉強になりました本当1ヶ月ね。また今度は違う番組の方来てちょっと難しい話をちょっと打ち合わせからして、はい、私も話したいと思いました久しぶりに勉強させていただいてこの1ヶ月ね。まあでも恋愛もあなたなんかね最後いい話は話で、うん、なんか俺自信出たなこの最終で。そうですよ、みんな世の日本の男性自信を持ってほしいです。もう俺は持つべきだと思う、うん、自分に、うん、で女性を褒めるっていうのはこれ、うんうん、男性は女性を守るために生まれてきたんだから、うん、そこをねもう一回ね考えていただければね違う形になると思うんです。いやー1ヶ月本当ね久しぶりなんかいろいろ勉強になりましたいつもなんか下世話な話で終わっちゃうんですけどねいろいろね日本の国からね世界のことも考えるようなね1ヶ月間でした。またね歌桜子さんね一緒にねいろんな話をね聞かせていただいてたらありがたいです。1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございました。さてまた来月ですけどね皆様方土曜日の良い夜をお迎えください。グッドナイト、おやすみなさい。今月のマンスリーゲスト歌桜子さんでした。